それではですね、早速電源の方を入れてみようと思います。これ押すと入るのかな、これ充電されてるのかな。ダメですね、充電されてないや。はい、ちょっと充電しようと思います。全く充電されてないようなんで。はい、それではちょっとね、充電まだ不充電じゃないんですけど途中までしましたので電源入れてみようと思います。時計を設定してください。来ました。ちょっと時計設定します。はい、時計の設定も終わりました。そしたらね、こういうの映り始めましたね。こんな感じで、ほら画素のところにね、見てこれ見えるかな。一番上がね、4K になってるんですよね。4K35 がね、一番上。まああんまね、通常分には使わないかもしれないですけど、これで撮れますっていうことですね。はい、こんな感じで撮れます。はい、じゃあちょっとね、どんな感じになるのか撮ってみようと思います。いきます。ピッ。こんな感じ。結構画角は広めですね。GoPro ほどじゃないかもしれない。手の感じとか声の入りがどうなんでしょうね。ちょっとわかんないですけど、こんな感じで撮れてます。見えますか。それではですね、付属しているヘッドセットとかを使ってですね、ちょっと体につけてみようと思います。はい、じゃあ早速いきましょう。これを外して、あ、こういう感じになるんですね。で、ここにこれをこうつけるわけだ。あ、パチンってなるんだな、これ。あ、こういう感じになる。ここはね、パチンってはまって、これがね、全然抜けないです、絶対に。そういう感じになるんですね。で、この腕につけるケースの方にちょっと使ってみようと思います。この腕につけるケースに、どう入れるんだろう。こう入れるんだろう。こう入れて、出して、こういう感じでね、腕に留めることができます。これをこういう感じで装着するかな。ちょっとこの調整が難しいな。こんな感じ。じゃあこれで録画してみようと思います。はい、今撮れてます。カメラ映ってるかな。こんな感じで、ちょっとね、僕頭が小さいんで、これを緩いの、どこにつければいいのかよくわかんない。これが緩すぎて、もうちょっと短くというかがっちり止まってほしいんですけど、緩くて落ちてきちゃった。僕につけるとこれぐらいなのかな、こういう感じ。なのでこういう状態で、まあ街歩くのはちょっとね、違和感あるのかもしれないですけど、これで止めて撮ることができますという感じですね。はい、こんな感じです。こういうのね。なんで、まあ、まさにね、僕が見てるそのアングルで全てのものは見えるっていうことですね。今カメラね、バッチリ撮れてると思う、映ってると思いますけど、こんな風になります。ちょっと歩いてみましょうか。ちょっとね、ガレージ汚いんであんまり見せたくないんですけど、タイヤのねやつとかがこう自分の見たところが全部追っかけられて見てるような感じになると思います。こうですね。はい、というわけで今日お届けしたのはパナソニックの HXA500 でした。まあ、GoPro Hero 4がいよいよ発売されるということが大々的に発表になっております。やっぱり、ね、使用の目的がちょっと違いますね。
GoPro はね、やっぱあの裏に液晶がついて、まあ、つけることできるんですけど、ちょっとね、これ撮れる絵が違うんじゃないかなと思ってます。これでいろいろね、撮るのを今ちょっと考えてたりしたんで、今回は GoPro ではなくてこちらをゲットいたしました。これを使ってね、今後もちょっといろいろ動画の方を撮っていこうと思っております。で、まあ先ほど一番最初にお話ししましたけど、これ 4K 撮れますんで、 4K のね、映像っていうのをちょっとまあサンプルでね、今後撮ってあげようと思います。一応 YouTube は 4K に対応している動画も表示できますので、まあ多分私のね、この YouTube のチャンネル見てる人で、まあ、4K のテレビを使ってる方がちょっとどれぐらいいるのかわからないので、本当の意味での 4K の映像っていうのはお届け、まあ、皆さん見ることできない人がほとんどだと思うんですけど、撮る方は 4K で撮った動画をちょっと上げてみようと思いますので、ね、フル HD で撮った動画とどんなところが綺麗になってるのかなというのがね、もし分かっていただける方がね、いたらいいなと思って、ちょっとまあ 4K の、ね、サンプル動画なんかも今度撮って、まあ別の動画ですけど、これとは。で、まあサンプル動画の方を上げようと思います。でね、これ非常にあの面白い製品だと私は思います。あの斬新ですよね。こうコードで繋がっていて、ここと分かれることで、こう、ここだけ近寄ってね、液晶で見ながら撮れたりとかっていうことができるわけですね。それ以外にも、いろいろね、使い方あると思いますので、今後はね、GoPro、それから、アイビス人に加えてこれも使ってですね、いろんな動画を撮っていこうと思いますので、これからも楽しみにしてください。はい、というわけで今日はパナソニックの HX-A500 をお届けしました。では。